というわけでですね、うんえー、次のメールを読みたいと思います、うんえー、こちらがですね。藤野王さんですね。番組ではテーマを募集しておられるとのことなので、うん、以下に提案させていただきます。うん、まずえー、生霊についてへえやめようよ。そんな怖いのダメだよ。<生>やめようよ。生霊なんて怖いからやめようよ。先生怖がってます。 えー、過去の放送の中では何回かこの言葉が出たようですがまだ生き量をテーマにした回はなかったように思います、うん、もうゾクゾクしてきたよ怖いよ嫌だよ私事ですが、うん、現在の家内と結婚したのは彼女の生き量を感じたことが最終的なきっかけになったのですあ<ー>当時一度は結婚の約束をしたものの予定の時期が近づくにつれ結婚するのが嫌になった私は約束を保護にして彼女を振ってしまったのですなんと そしてしばらく経ったある日仕事中になぜか突然目から涙がボロボロと流れ落ちてきたのです、うん、部屋の空気が悪くなったのかと思って窓を開けたり外へ出てみたりしたのですが、うん、涙は止まりまりせん、うん、感情的起伏もない体調的変化もないのになぜか涙だけが流れ落ちてくるのは実に不思議なことでこれは一体どうしたことなのかと思っておりましたら。うんうん ふと心にひらめくものがありました。うん、それは彼女が泣いているという確信です。うん、そうだとすればそれは彼女の生き霊のなさる技なのではなかろうかと。彼女は霊感などまるでなく私同様に鈍い女性ですが、その彼女の生き霊が私のところに飛んできているとなれば、これは尋常なことではないので心底恐怖で戦慄したのです。わお。 そして彼女とよりを戻して当初の予定通りに彼女と結婚する以外にはないと思い以来25年一男一女の子だからにも恵まれ今日に至っておりますよかったね私が霊的な体験をしたのは後にも先にもこれが唯一のことです、うん、これは生き量なんですかね生き量じゃないよそれは思いの強さがあったのと、はい、上の方が操作して伝えたのとがあるからあその奥様の思いの力など強かったことと、うんうん、上の お二人を守ってくださってる方が、おふ、うん、二人を結びつけようと導い,た導いている。その、うん、守護霊様みたいな形が、うん、方が手助けをしてみたいな形で思いを届けた、うん。届けたわけですね。うん、ただ、そのね、思いが強かったから、本人も多分それなりに衰弱もしたりとかしたりしたかもしれないけど。うん、それは息き霊発した時の症状と似てるかもしれないけど、これは息き霊ではないと思う。うん 生き <noise> 量っていうのは割とこう姿が見えてあれ今アメリカにいるはずなのになんでここにみたいなそんな感じのですよねえっトッペルゲンガーじゃないのそれ分 <laughs> かんない生き量の感じ方は人それぞれだからどうっていうふうに言い切れるもんではないんだけどこの場合はそういうふうだと思う、うん、だ思いがくるっていうのと生き量が飛ぶっていうのはまた全然違う感じのことなんですか <noise> 違うと思う。と思 違いをうまく説明できないけど、うん、でも違う生き霊っていうのは本当にこの霊体が飛んできてしまう感じなんですよね例えば私が誰かの幸せをすごく願ったとするでしょ、ええ、うまくいったらいいなと思って応援の気持ちを送ったりするじゃない、ええ、そういう時に私は生き霊を飛ばしてないけど思いを届けててちゃんとそれを応援する気持ちとしてちゃんと届けているっていうことになってるその違い 私は生き量を飛ばしてないけど、うん、っていうおと、えー、書き込みでですね、うん、翡翠さんが誰かを守る生き量っていないのでしょうかそれは思いなのかなっていうけどそうね生き量で守るっていうのは、うん、もう死にかけちゃってるぐらいにいかないとないんじゃないかなああ生き量で守るっていうともうその死にかけてるぐらいじゃないとなとうもう死にかけてあの世にいきそうなんだけどどうしても気になる子供やさ、うん、恋人を残すのが気になるとか、うん、そういう状態だったとして、うん そういう時に振り絞るように出てくるのが生き量ってことはあるかもしんないけど普通に生活している分には思いは届くけど生き量は飛ばさないんじゃないかな基本的に。生き量が飛ぶっていうのはもうそういう体質を持っちゃってるとかなんかそういう飛ばすような原因がよっぽど何かあったかじゃないとないんじゃないかな。